補助金の事柄の事件ですから、補助金適正化法で対応せないかんものをわざわざ検察の方は詐欺だということに持っていったということなんですよね。財務省、そして安倍首相、安倍昭恵夫人が関わってますというのが本丸の事件なのに、目くらましをしたわけですよね。いわば私の考え方に非常に共鳴している方でですね、こちらの教育方針は、大変主人も素晴らしいというふうに。安倍昭恵夫人が名誉校長に就任していた森友学園の小学校建設のために国有地が8億円も値引きして売られていたことが発覚。なぜ格安の値段で売り渡したかについて、政府は地中にゴミが埋まっており、その撤去費用を値引きしたなどと主張してきました。あの土地の下にゴミなかったということは私も今わかりますし、なかったんでしょうっけ。真っ黒の写真があったけども、でもよく解析していったらゴミはなかったということがわかる。でもそのことが分かってしまうとですよ、あの8億円の値引きは何だったんだということになってしまって、じゃあそこに安倍総理、安倍昭恵夫人が絡まり、大きな大きな大きな問題になると。国有地の格安値引きという森友問題がにわかに注目されたのはこの発言がきっかけでした。私は妻が関係していたということになれば、これはもう、まさにこれはもう私は総理大臣も、それはもう間違いない、総理大臣も国会議員も辞めるということははっきりと申し上げておきたい。私は妻が関係していたということになれば、これはもう、まさにこれはもう私は総理大臣も、それはもう間違いない、総理大臣も国会議員も辞めるということははっきりと申し上げておきたい。私は妻が関係していたということになれば、これはもう、まさにこれはもう私は総理大臣も、それはもう間違いない、総理大臣も国会議員も辞めるということははっきりと申し上げておきたい。私は妻が関係していたということになれば、これはもう、まさにこれはもう私は総理大臣も、それはもう間違いない、総理大臣も国会議員も辞めるということははっきりと申し上げておきたい。どうぞ安倍晋三からですというふうにおっしゃって、寄付金として封筒に入った100万円をくださいました。安倍総理側は100万円の寄付や国有地売却への関与を否定。両者の主張は食い違ったままです。森友家計問題で、同じことが桜を見る会で行われてるわけでしょ。全部嘘言ってって分かるでしょ。桜見る会で嘘言ってって分かるじゃないですか。そうすると森友家計の問題で嘘言ってないと、それは嘘なんです。一番の重要なところはね、私も妻もね、この事件に関わっていたら総理大臣、そして衆議院辞めますよと言ったことですよね。だって関わってたんですよ。私の方はあの小学校建設について安倍昭恵夫人と何回となくやり取りしてます。そしてそれに連なるのは100万円いただいたでしょっていうことですよね。森友問題は財務省による決裁文書の改ざん事件にまで発展。公文書偽造や国有地売却をめぐる背任の容疑などで38人が告発されましたが、結局起訴されたのは籠池夫妻だけでした。籠池被告は控訴する方針を示しています。